これで終わりよんね、ふんふん。人食いドラ、強敵だった。ふん、こちらに向かってくるしか能のないイノシシの相手など歯ごたえも何もないな。イノシシじゃなくてトラだけどね。分かっておるわ。それであとは何の材料が必要なの？ああ、材料の一つは揃ったから、あとは。なんだかまた元気な声がするわに。そういえば村の民からこの辺りには人食いドラだけでなく人食いグマも出るとか聞いたのだが。血の匂いを嗅ぎつけてきたか。なんでして私より大きい？そうか、そう大きいわけじゃないと思うが。いやん、カダちゃんってば真正面に堂々と見えてるからってそこじゃないわよ。ん？そりゃ張り切ったら私やカダちゃんの方が大きいとは思うけど。って何言わせるんだよ。ほほ、こちらの方が歯ごたえがありそうだ。この私が自ら相手をしてやろう。ぬふぅ、なんと、ん？こやつ、私の威嚇の構えに反応せんだと？ぬぅ、くっ、お主、なかなかやるではないか。クマさんだしね。ならばこれはどうだ。ふんふん、でーこれならば、うふん。つまらん。相手の強さを返さぬものだと相手のうちにも入らんわ。そういう相手を犬畜生にも劣るというのだ。でやあ。いや、さっきなかなかやるって。そもそもクマさんだしね。ならばこれで終わりにしてくれる。だらー、ふんぬー。口ほどにもない。強い、さすが卑弥呼。熊を爪一本も触れさせないまんま倒すなんて相変わらずやるわね。そういえば朝鮮、お主は一撃受けておったな。まだまだ精進が足らんということだ。ガハハハハ。そうだ、朝鮮、さっき虎との戦いでどこか怪我してたよな。大丈夫か？ああ、そういえばなんだかこの辺りがジンジンしてきちゃったわん。人食い虎の一撃だからな。ちょっと見せてみろ。いやん、カダちゃんってば、そんなところ恥ずかしいわん。やだん。医者はそういうことは気にしないぜ。ほら、早く見せてみろ。手遅れになってからじゃ遅いから。いやだ、手遅れだなんて。恥ずかしくて顔がそのまま爆発炎上しちゃいそうだわん。ぐぬん、朝鮮め、その一撃わざと受けおったな。ぐぬぬぬぬ、そんなところをダーリンに見てもらえるなどと、なんと羨ましい。
で、カダちゃん、クマにトラと材料は揃ったけれど、まだ何か足りないの？ああ、これからが難物だ。難物というと、強敵なのか？それもあるが、数が少ないんだ。なんと、まさか。ああ、角は鹿、頭はラクダ、目はウサギ、体は大蛇、腹は水鹿、鱗は鯉、爪は鷹、手のひらは虎、耳は牛。なんですって？それって必要なのは、なんと竜の肝だ。竜の肝を求める俺たちの旅は難航を極めた。ある時は北の大山に赴き、ぬふん、またある時は西方の深山を踏破し、ぬはさらにある時は長江の源流を求め、南部の大森林に決死の大捜索をかけることとなった。そしてついに、この先の山の山頂に竜が住んでおると伝えられておるのにゃ。られておる、られておる、られておる。そうか、ありがとう猛角。なに、ミーのお腹が痛くなったのを治してくれた霊なのにゃ。気にするでにゃいにゃ。気にするでない、気にするでない、気にするでない。じゃがこの先の道のりは険しいじょ。この辺りの者も危なくて誰も近寄らぬにゃ。イガイガなの、ガラガラなの、ケラケラなの。だが俺たちは行かなくちゃならないんだ。目の前に踏破すべき山がある限り。そうよん、この山を制すれば大陸の頂は完全制覇したことになるんだから。うん、その時こそまさしく全ての山を極めたと言えるだろう。ん？竜の肝が欲しいのではなかったのにゃ。ここが山頂か。おお、かだよ、あれを見よ。あれは、あれが竜。辺りに干ばつを起こす悪竜だから倒しても大丈夫って猛角ちゃんは言ってたけど、本当に倒せるのかしら。ふん、臆病風に吹かれたか挑戦。まさか私の愛の前に敵はないわよ。来た、行くぞ。おう、任せてん。なんかシャーって聞こえてきたの。シャーシャー。ふう、始まったようにゃ。ブリトラってやっつけられるのですか？ですか？ですか？わからんにゃ。にゃけどブリトラは
雪、石、鉄、乾いたもの、湿ったもののいずれによっても基地地下にゃいって長老から聞いたのにゃ。ねえ大王様、なにゃそれ、カダに教えたですか？言ってないにゃ。今思い出したのにゃ。だったら勝てないのです。勝てないのです。勝てないのです。そういえば昼も夜も攻撃を受けても傷つかぬとも聞いたのにゃ。まだおやつの時間なのです。なんと、もうそんな時間なのにゃ。ならおやつにするのにゃ。早く戻っておやつの準備を急ぐのにゃ。おやつ！でなんという固い鱗だ。鉄の針じゃ全く通じないぞ。ぬふん。でい。ふん。ぬふん。すごい、あの竜が苦しんでいる。うふ、今日は本気だから普段よりツヤツヤテカテカ3割増しよ。ギャハハハ、悪竜め受けてみよう。投射費5割増しのこのガチガチでムチムチの拳。ぬるい、ぬるいぞ。でぃ、必殺テカテカピシピシな挑戦ちゃん、肉体大爆撃ぬふん。大切なのは保湿加減よ。俺も負けてられないぜ。竜の急所はどこだ。カダちゃん、そろそろ夜になっちゃうわん。さっさと肩をつけちゃいましょう。うん、このような地で野宿などごめん、こうむりたいからな。あら、私はカダちゃんと温め合って寝られるなら一緒にゃに嫌じゃないわよ。うん、それはちょっと心惹かれるな。それもこれもこの戦いに決着をつけてからだ。見えた、あいつの弱点は口か。お口ね、ひみく。任せておけ。ならば行くぞ。にふん。むは。我が身我が針と一つなり、一心同体全力全開、輝け剣心。挑戦、ダーリンの必殺の一撃、必ず当てさせてみせるぞ。分かってるわいよん。チョー。たかがトカゲの分際でこの卑弥呼なめるな。今よ、カダちゃん。
我が近親に全ての力、伏して愛なるこの一撃、俺たちの全ての勇気、この一撃に全てをかける。もっと輝け、ファイナルゴッドベイドー、元気になれ。え、何、離れろ二人とも。よし、元気にしてどうするのだバカ者め。カダちゃんのバカ。大丈夫だ、よく見てみろ。なんと竜が泡を吹いている。薬も過ぎれば毒となる。強すぎる竜の生命力をさらに強化して逆に利用させてもらったんだ。なるほど、ゴッドベイドにはこういう使い方もあるのか。あまり使いたい技じゃないけどな。さて竜も退治したし、早く孫賢たちのところに戻ろう。日が落ちるまでに山も降りたいしな。これが正解書の秘薬。ああ、これを飲んで俺の治療を受ければ正。レンファ様、だから恥ずかしいから口に出さないでって言ってるでしょ。ともかく孫賢の心配事も無事解決ってわけだ。そう、遠いの方が良かったか。いや、そうじゃなくて。水では飲みにくいですか。お茶を用意させましょうか。そうでもなくて。やっぱり粉薬より固めた方が良かったんじゃないの。ああ、何せ急いで作ったから気が利かなかったな、すまん。そうじゃなくて。ならば何が不満なのだ。しっかり口に出して言うてみよう。中に何が入ってるか教えてくれないと怖くて飲めないわよ。いや、止まらないでよ、不安になるじゃない。カンネ、言っていいものか。まあ、レウンファ様がどうしてもというのであれば。そんなに恐ろしいものなの。まず、冬中仮装に幽丹だろ。あとは、蓬莱の玉の枝とヒネズミの皮、ツバメの小安貝も入っています。なんだ、なら普通の薬じゃない。何かと思ったら。それから人食いドラの睾丸と、その先のガシガシに硬くなってるところでしょん。え、あと暴れ竜の生き肝に仏の御石の鉢のかけらも入っておるな。暴れ竜はオスだったからあれも入れてみたぞ。おろおろ、なんだか勢力絶倫な感じに。たぎってたまらん感じだな。さあ飲め。無茶言わないで。だから聞かない方がいいと言ったではありませんか、レンファ様。
こんなものなら聞きたくなかったわよ。三日三晩は収まらなくて大変なことになるかもしれないが、それを過ぎれば大丈夫だ。それは大丈夫とは言わないでしょ。仕方ない。ミメイ。は、レイファ様、ごめんなさい。さあ、今のうちに飲ませてしまいましょう。わかった。朝鮮、キミコ、手伝ってくれ。わかったわん。心得た。シシュン殿、これでよかったのでしょうか。これも我らが孫悟の繁栄のため、蓮華様とてきっとご理解くださるさ。そのためならばこの観念、悪鬼羅刹に魂を売ることもためらいはせぬ。よし、聞いてきたぞ。我が身我が針と一つなり、戦略中略以下省略、元気になれ。治療完了。おお、よくやってくれた。しばらくは様子を見る必要があるだろうが、ひとまず病魔は打ち砕いた。これで前のようなことはないはずだ。そうか、我が主孫権に代わって礼を言うぞ。何、医者として当然のことをしたまでだ。ふむ。ぬう、なんだかいい雰囲気じゃないのよ。ぬぬぬぬ、今回活躍したのは私たちだというのに、ギギギギギギ。二人も手伝ってくれて助かったぜ。本当にありがとう。おう、ガハハハハ、礼を言うなどダーリンらしくないぞ。あら、いいのよ、私とカダちゃんの仲じゃないの。なんだか字が違うような気が。気のせいでしょん。お気づきになりましたか、レイファ様。ここは私の部屋。はい、お加減はいかがですか。悪くないわ。なんだか付き物が落ちたようよ。レイファ様、お水です。ありがとう。美味しいわね。そうですか、ならよかった。そうね、焦っても仕方ないのよね。私一人が変な無理をしても、あなたやミンメイに迷惑をかけるだけだわ。迷惑などではありません。しかし、そのせいで主が心を痛めることになるのであれば、それは我々も望むことではありません。そう、ありがとう、二人とも。はい。けど、心配しましたよ。あの薬を飲んで本当に大丈夫なのかって。え？な、こら、ミンメイ。あ、薬って、あの、あ、ミンメイ、シシュン、答えなさい。私はあの薬を飲まされ
飲ませました。はぁ